皆さんこんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりヨウムだにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回は現役ドライバーシリーズ第9弾、ポンタスキデマンドです。リクエストありがとうございます。コースはメキシコのメディアルナリバース。100% グラベル。マシンはシコダファビア R5 です。それじゃあ、ゆっくりしていってね。練習風景からご覧ください。マイネームイズマッカレル。おい、マッカレルじゃなくてサバロックでいいだろ。何事？英語でコメントをいただいててね。できないなりに頑張って返そうとしてるんだよ。なるほど。This is Japanese culture ゆっくり。まあ、文化と言っても過言ではないな。Are you blown away too? 失礼なことを聞くんじゃない。なんて言ってるの？あなたも吹っ飛んでますか？だぞ。うつ主的には挨拶みたいなものかもね。どのコースも最初は吹っ飛ぶからね。吹っ飛んでますか？が挨拶はダメだろ。ははははは、やめろ。あれ？おい、何やってんだ。半角英数になってるにょん。早く戻してよ。イエーイ。完全に壊れたわね。ちょっと待て、今入力を切り替えるぞ。よし。戻ったにょん。あ、練習が終わったようです。ドライバーを持つたびに、ドライバー窃盗で500万の被害を思い出し、恥ずかしくなってるウプ主が今、スタートです。電動ドライバーとかかなって本気で思ってたみたいだぞ。ゴルフのドライバーだったね。出勤準備で映像見てなかったからね。私だけじゃないはず。どうだかな。まあ、普通のドライバーも、Amazon で2本セットで3万円以上とかあるもんね。電気工事用のやつだな。特殊なんだね。おそらくな。どんな用途でも専用工具は高いよね。安全と便利に欠かせないものは必要経費ってやつだな。なるほど。さてと、尺も心配になってきたからそろそろ語らせてもらうぞ。お願いします。ポンタスキデマンドはスウェーデン出身、1990年生まれの現在31歳。ヘニング・ソルベルグの会に名前が出てきてたわよね。以前話した通り、ヘニング・ソルベルグの義理の息子で、母親のモード・キデマンドもラリードライバーの家系で、ヘニングの子ドライバーを務めていたこともあるんだ。ラリーなる一族。そんなキデマンドは、2007年にボルボ940に乗り、スウェーデン国内ラリーに参戦しラリーデビュー。その後、ノルウェー国内選手権とスウェーデン国内選手権にインプレッサで参戦。2011年にはスウェーデン国内選手権で2勝を挙げ、2012年のラリースウェーデンでシコダファビア S2000 に乗り、SWRC クラスで参戦し WRC デビュー、なんと、デビュー戦でクラス3位表彰台を獲得。いきなり表彰台。並行して WRC アカデミーにも参戦し、3度表彰台を獲得し、ランキング3位になってるぞ。こっちも。翌年の2013年はフォードフィエスタ RSWRC に乗り換えてスウェーデンに参戦。総合4位につけたが、SS9 でエンジントラブルがあったためリタイア。その一方で JWRC ではポルトガル、ドイツランド、フランスで3勝を挙げ、アクロポリスで2位、フィンランドで3位とライバルたちに圧倒的な差をつけ、最終戦を待たずしてドライバーズチャンピオンになってるぞ。圧倒的。一戦残してのチャンピオンはすごいわね。翌年の2014年は M スポーツのサポートを受け、フォードフィエスタ RSWRC でスウェーデンに参戦。序盤はタイムを縮めることはできなかったが、WR カーを走りこなすうちに熟練が進み、安定した速さで徐々に順位を上げて8位となり、WR クラスで初入賞を獲得。着実な成長は、まさにラリーなる一族だわ。そしてフォードフィエスタ R5 で、ポルトガル、ドイツ、フランスに WRC2 に参戦。ポルトガルでは安定した走りで順位をキープして3位となり、ドイツでは1日目と2日目で、3度のトップタイムをマークし、最終日を4位でスタート。最終日は4ステージすべてでトップタイムをマーク。フィエスタ R5 をカルオイットタナックを 1.8 秒差で逆転し WRC2 初勝利を飾ったんだ。初勝利きた。ゴール。2015年のスウェーデンでは WRC2 カーのフォードフィエスタ RRC に乗り、オープニングのスーパー SS で WR カーを上回る初のトップタイムをマークし、周囲を驚かせてるぞ。場合によっては WR カーをしのぐ性能を証明したってことか。性能を秘めてるからといっても、引き出せるのはすごいことだにょん。3月にシコダと契約し、ファビア S2000 でアジアパシフィックラリーチャンピオンシップに、ファビア R5 で WRC2 に参戦。WRC2 では、スペインで勝利した以外は良い結果は出せず、チームメイトであったエサペッカラッピに勝利を譲ることがあり、年間ランキングはラッピに次ぐ4位でフィニッシュ。アジアパシフィックラリーチャンピオンシップでは出場した6戦中5勝を挙げてチャンピオンを獲得。チャンピオンきたー。2016年も引き続き WRC2 に参戦するが、昨年同様にポルトガルでの1勝のみにとどまり、ランキング5位。しかし2017年は出場した7戦中5勝を挙げ、圧倒的な成績で WRC2 チャンピオンを獲得。WRC2 チャンピオンきたー。翌年の2018年も引き続き WRC2 に参戦、3勝するもトルコでのリタイアが響き、チームメイトのヤンコペッキーとのチャンピオン争いに敗れ、ランキング2位でフィニッシュ。2019年は、4年間在籍したシコダを離れ、さらに7年間所属したイーブンマネジメントから独立し、M スポーツと契約。フォードフィエスタ WRC に乗り、この年から導入された固定ナンバー制度により、7を選択。トップカテゴリーにステップアップしたのね。コンペティションナンバーはラッキー7。モンテカルロ、スウェーデン、トルコ、イギリスの4戦に出場し、開幕戦モンテカルロでは序盤10位につけるが、SS6 でのサスペンション破損、SS9 のパンクにより20位に。スウェーデンでは SS5 で4番手タイムをマークする速さを見せ、最終的に8位となり、トルコでは、オープニングとなったスーパー SS で、3番手タイムをマークし、以降は慎重な走りに徹して9位でフィニッシュ。ラリー GB では、SS2 で20位まで順位を落とし、序盤で遅れるが、その後調子を取り戻し、最終的にはこの年最高の総合7位に入り、年間ランキングは初年度ながら13位となってるぞ。本格参戦の初年度で13位はすごいわ。安定感があるにょん。翌年の2020年は WRC2 にステップダウン。あら？シコダのファクトリーサポートを受ける、TOK スポーツ WRT から、ファビア R5 エボで参戦。第3戦メキシコでは、クラス優勝と同時に総合でも自己最高位の6位に。その後のエストニアは3位となり、続くトルコ、サルビニアで優勝。ライバルの、マッツ・オストベルグ28ポイントリードし、最終戦モンサを迎え。初日首位に立つが、第2レグで遅れを取り、最終日に挽回して2位でフィニッシュ。途中ですがここで少しお知らせです。残念ながら少しだけ尺が足りないにょん。やはりな。なので移動後に続きとさせていただきます。コースはメキシコのオートドロモデレオンです。それじゃあ、続きをお願いします。とはいえ、もう少しだったんだがな。2020年のフィニッシュまで話してたにょんね。2020年を2位でフィニッシュしたところだったわね。そうだな。最終戦のモンサで初日に首位に立つも、2日目に遅れてしまい最終日に挽回し2位となったんだが、この年有効最大ポイントが5戦だったため、ホストベルグは5戦出場で全てポイントを獲得し、チャンピオンとなったが、デマンドは6戦出場だったこともあり、15ポイントが引かれてしまい、4ポイント差で2度目のチャンピオンを逃してランキング2位でフィニッシュ。勝負に勝って試合に負けたのか。感染症で開催が減ってたからか。本来なら上位6戦分のポイントが得られるからな。まあ、レギュレーションの変更が多発されて混乱があったからな。なるほど。チャンピオンを逃したものの年間ランキングでは12位。続く13位には勝田選手、オストベルグは21位となってるぞ。勝田選手はヤリス WRC で5戦出場中、2戦リタイア、2000ポイント圏内完走だったが、WRC 初開催のモンサのパワーステージで、キャリア初のベストタイムを記録して制してたな。すごかったわよね。そして、この年で TOK スポーツ WRT との契約が終了し、2021年からは地元のスウェーデン国内選手権に参戦しながら、トップカテゴリーへの復帰を狙っているぞ。お疲れ様でした。現役ドライバーシリーズ第9弾、ポンタスティデマンド、いかがだったでしょうか？安定した走りかつ、上位に上がれる実力も秘めている今後が楽しみなドライバーだったな。まだ31歳だにょんね。走りに磨きをかけて戻ってきてくれるわよね。そうだな。それでは今回はこの辺で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。